これ下に、これ、うわあ、ちょっと待って、動かない動かない、やばいやばい、あ、助けて助けて、え、うわあ、ね、特に何も起こんなかったな。でも絶対この後大きいんだよな、わからんけど。ここだっけ、鍵開いた。特に何も、今、え、今ちょっと、え、今一瞬なんかここ動かなかった、てか違和感がやばかった。え、汚れてなかったよね今入った時。わかんないけど、え、動かなかった今。電球がついてないようだ。やめてよ。それね、もう歌のちゃんしか見てないもん、怖すぎて。うん、視野が狭いからね。特に何もねえなこの部屋。なんか手がかりあるはずなんだよな、鍵がかかってたってことは。うん、多分ここのタンスに、何これ、正方形の棚を初めて見た。正方形の棚はいいから何も、何もねえんだけど。嘘だろ、これ何なんだよこれ。うん、眠れないと。まあね、何もない、嘘だろ。なんかあると思ってたんだけど、後で使うのか、なんか隠し扉みたいなのもないか、さすがに。てかこんなのあったとしてもわかんねえわ。ちょっと一回セーブしよう。さてと、あー、ここの部屋じゃないのか。ここか。鍵が開いた。鍵は開けたままにしておく。あ、なんかある。拾うか。ホテルのパンフレットをゲット。ちょっと見てみるか。ホテルのパンフレット。いつの時代のものだろう。髪は茶色く変色している。西洋を取り入れた新しい宿舎です。このホテル、この宿舎をホテルホテルと申します。なんだよ、このネーミングセンス。しかも電話番号書いてあるし。しかも右下の、もうやめてよ。待って、なんか今、部屋番号が書いてあったな。1階、2階。ああ、でも全部で。ああ、でも思ってた以上にひどくないかな、まあ。うん、5階、6階はそんなに数ないから。何これ?落書きガード助けて。やめろよ。他になんかないんかな?パンフレットだけかな?てか調べがいがありそうすぎっていうか、ひどすぎるんだけど。うん。いや、思ってたよりひどくなかったけど、ちょっと、6階まであるのはだるいな。電球が腐っている。あ、蜘蛛の巣がある。さてと、2階はもう用なさそうだな。うん。開いてない部屋がここなんだよな。ドアが開けるこ、ドア開けることがフラグ。てか今ので多分なんか変わると思うんだよな。うん。さっきのさ、近寄ってはいけない気がする。もういや、じゃあ上行くか。押しても反応がない。え、マジか。何のためのエレベーターだよ。これ動くようになるのかな、後で。いや、めんどくさ。じゃあ、下行くか。てか、ここ、あいつに塞がれてんだけど、どう行けばいいんだ。こっちから行けんのか。あ、なんか、こっちにも階段が。あ、ここ関係ないか。なんかねえかな。花の絵。高価なものだろうか。違う、今気づいたけど。え、さっきなかったよな、こんな、なんか、ダイニングメッセージっていうか、たたりで眠る。やばい。しかもなんか扉が、なかったよな、さっき。ちょっと、セーブしとくか。鍵がかかっているようだ。あー、ここあれじゃん。もうチャンダレッツシークレット。もう、ハリーポッターの秘密の部屋じゃん。もう完全にそうじゃん、これ。あー、ハリーポッターの秘密の部屋の、ジニーが、祀られた時。まあいいや。あ、なんか鍵が。スタッフルームの鍵。あ、あそこかな?うん。早速なんか、手に入れた。あ、ちょっと待って。
で、これで、絶対なんかあるじゃん、ここ。鍵が開いた。開けたままにしておく。うわ。あ、でも、図書館ですかね。図書室。あ、よっ！やばいやばいやばい。なんか、エンマ大王みたいな。これ、何これ？あ、進めねえわ。やばい、顔が覗いてるよ。少し、中身がない。少し荒らされた形跡がある。何これ？やだな。ホテル建設の、なんだって、ちょっと一回セーブするか。ホテル建設の意図。この地域は古くから日本から孤立している。そこでここを活性化させようとさせた辛亥革、辛亥改革計画での一つである。西洋文化を取り入れ、この地域にはなかった新しい雰囲気を、資金はこの計画の考案者及びホテル建設協力者による。うん。いやー。なんで孤立させたのかよくわかんねえけど。まあ。いや、何これ、またひどった。あれ、これじゃないか。これ予定図。あー、なんか破れてるな。でもてか、このゲームあれだな、うん、アイテムだとかあれだわ。こうやっておそらくね、さっきみたいになんか本だとかポッて置いてあるパターンの、探さなくていい。うわ、やめてよ。あー、なんか消えたわ、あいつ。お、なんかめっちゃ鍵が406と 404？ うん、あ、違う、204か。うん、ちょっとあ、なんか、あ、なんかまた拾ったわ。ちょっと待って。これか？あ、なんか、人の名前が書いてあったけど、今は必要ないか、これ？なんだここ？あ、なんか立ち入り禁止になってる。英語の壁紙。この先立ち入り、関係者以外立ち入り禁止ですと。事情を問おうとも答えられない。あなたは知ってはいけないことだから。なんだよ、これ。キープアウトっておそらく書かれてあったと思うんですけど。うん、じゃああそこの部屋行けるようになったな。ちょっとじゃあ行くか。セーブしていきますか。もう動かねえよな。あと一つ。ここだっけ？ここだっけ？うん、多分ここ、間。あ、鍵が。ちょっと待って。何も出ねえよな。まあ、取るか。うん、ブレーカーライト。あ、あれじゃない。エレベーターの鍵じゃない。多分そんな気がするわ。ブレーカーとか書かれてあったし。これじゃない。関係ねえか。これか。今なんか拾ったよな。ブレーカーライトの鍵。ここ、どこで使うんだろう。宝箱じゃないよな。あれ？あ、違う。なんか地下に行ってさ、メッセージが書いてあった部屋ってこれだっけ？これじゃないよな。てか、鍵ってあれか。いちいち使用ボタン押さなくていいのが。多分、下だろうな。ここじゃないだろうな。多分ね、あれなんだよな。エレベーターっぽいんだよな。ちょっと今、スマホのバイブ音でビビった。ここ関係あるかな。ここで使うとかじゃねえよな。あ、開いてる！びっくりした、お前。いきなり開けんねや。なんか開いた。あ、
ブレーカーボックスライトの鍵を刺してひねった。文章。This box is breaker box. This size box is for elevator. あ。スイッチ押す。OK。多分これで、てか、怖い今の音。あ、多分これで動いたと思います。え、てか、ひど、何これ。何あれ。ちょっと一回セーブするか。血がついた椅子が倒れている。これ椅子なのか。何このシャワー室。で、こんな場所にシャワーっていうか、ガス室、ガス流すような部屋みてえだな。うん、あの、ちょっとね、歴史上で使われた、あの、強制収容所の、あれ思い出したわ。さてと、これでエレベーター乗れるようになったんで、行きますか。てか、こっから、てか、左から行けるんじゃないのか、これ。うん、あ、行けそう。上。どうすんだろう、これ。あれ？あれあれ、ちょっと待って。上。なんかボタンとかないのか、ここ。あ、あったあったあった。じゃあ3階行ってみようかな。スタッフルームの裏で軽く汗流す用だったんじゃないかな。やだわ、あんなの。あんなとこで汗流したくないわ。で、3階に行くと。うわ、音が妙にリアルっていうか。来ましたね、未知の場所。3階と。6階まで確かあったんだよな。うん、ちょっとさ、これ、さっきいたよな。これ下に。これ。うわ！あ、ちょっと待って！動かない動かない！やばいやばい！あ、助けて助けて！え、うわ！呪われてる呪われてる。初めて死んだわ。てか、お前、異質な雰囲気がするから近づかないとかさ、言ってたくせに何近づいてんだよ。死んだわ。あいつに当たったら死ぬことが分かった、とりあえず。うん、あいつは敵だと、うん。アイテムゲット、アイテムゲットの交換はならない。これもちょっと、あれだな、メータ発言というか。私の顔が見たい。ああ、全部曇ってんだよな。もうそのうち絶対バーとか言って出てくるんだろうな。うん、もうホラーゲードある。もうあるあるなんだけど、あの、鏡とか見るシーンだと、あの、ゼロだとかが有名ですかね。うん、あれ？なんかこう押しても反応がねえな。特に何もないのかな？まあいいや。ちょっと、一回セーブするか。はい。宝箱。布の切れ端が入っている。特に必要ないと。多分ね、もう剥き出しになってると思うんだよね、アイテムが。こんな感じでいちいち探す必要ほんとないゲームだと思うんだよね。もうパッと見で、おそらくもう何もないっていうのがわかる。まあ一応探すけどね。うん、宝箱だ。中は何もないと。一応こういう棚だとか、韓国語が書いてある。なぜ？知らねえ。重要なものはないと。ほこりが詰まっている。私は喘息持ちだ。ほこりってこういう感じなんだっけ？うん。なんか汚いもののほこりって。うん。ちょっと一回セーブするか。もうセーブ大事よ。プレイ時間が53秒になっちまった。骸骨と思ったら気のせいだった。お前やめろよ、そういう。変なこと言い出すの。骸骨と思ったのが気のせいだった。なんでそんなジョークを。お前遊んでか楽しんでるだろこれ。この状況よ。特に何もなかった。じゃあ3階の右の方行ってみましょうか。鍵がかかっていると。こっちに行けねえよな、うん、鍵かかってますね。3階結構、あ、なんか穴開いてある。あ、なんかめっちゃ置いてある、子供の絵。壁から血が吹き出た。
やめてよ、マジ。子供の絵。もう、血を吹き出すのやめてくれ。これ、子供の絵なんか3つ手に入れた。こんにちは。誰の絵？これ何の絵だよ、これ。うん。なんて書いてあんの、これ。友達って、友達になってって書いてあんのかな？おそらく。うん。これ、後から出てきそう、これ。具現化したやつが。歌が聞こえるよ。って書いてありますね。うん。多分、ここでね、歌の、お兄さんの授業でもあったんですかね。まあいいや、ちょっと一回セーブしよう。OK。はい。なんだ、ここ。鍵がかかってる。3階は特に。あ、なんか置いてある。さっき置いてなかったのに。何これ。子供の絵。やばい、子供がいるっぽいよ。これじゃないな。さっき見たやつだから、これ。何これ。助け、死ぬって。助けて死ぬって書いてある。ねえ、ちょっともうやだ、これ。絵が、グロいっていうか怖いんだけど。ああ、なんか置いてある。子供の絵、ちょっと見ていきますか。ちょっとセーブして。うわあ、なんか、キャッツネ小僧みたいなやつ。ゲゲゲの鬼太郎とかに出てきそうなやつが。ええー、ちょっと待って。あいつ来ねえよな。どうしよう。じゃあ、こっちは何もないか。あ、何もない。じゃあ4階行ってみますか。鍵はないからな。あそこは開けれねえわ。あ、なんか閉まってるわ。